こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は第二次世界大戦時に、強制収容所でやりたい放題した女看守の話をしよう。強制収容所って言うとナチスのあれ？その通りだ。彼女らが行った残虐行為は問題となり、終戦後に裁判にかけられて極刑を言い渡されるんだが、刑が執行される時の様子が記録として残っているんだぜ。それは記録する必要あったのかしら？たくさんの人々の命を奪った狂気の女看守たちが自らの人生の最後を迎えた時、どんな様子でどんな言葉を残したのかとくとご覧あれだぜ。1933年から1945年にかけて、ナチスドイツは約2万箇所の収容所を開設して数百万人の犠牲者を投獄した。そんなにあったのね。その収容所の一つにベルゼン強制収容所というのがあったんだ。この収容所はアンネの日記を書いたユダヤ人少女アンネ、フランクが命を落とした収容所だぜ。その収容所はどんな人たちがいたの？当初は交換ユダヤ人を集める収容所として想定されていたんだ。交換ユダヤ人っていうのは、外国で拘束されているドイツ人と交換するためのユダヤ人だな。だが、交換ユダヤ人がナチスにとって役に立つことはあまりなかったようだぞ。だったらさっさと解放しなさいよ。にしても、収容所にもいろんな種類があるのね。ああ。ちなみに囚人向けの売春施設があった収容所もあったんだぜ。これについては概要欄の動画をチェックしてくれ。さて、ベルゼン強制収容所には1944年3月27日以降、他の強制収容所の収容者のうち病人や高齢の人が休養という名目で送られてくるようになったんだ。治療施設でもあったのね。いや、特別な医療施設は設けられていないぜ。なんなら他の強制収容所とほとんど変わらなかったんだよ。むしろ病人ばっかり増えていくから、収容所内の衛生状態は最悪で伝染病が流行したんだ。マジで最悪じゃない。ベルゼン収容所は衛生状態が最悪のまま、規模だけがどんどん大きくなっていったんだよ。1945年の春にベルゼン収容所は解放されたんだが、イギリス軍とカナダ軍が収容所に入った時衝撃の光景を目にしているんだ。中はどうなっていたの？人々が積み重なっていたんだよ。中にはすでに命が尽きている人もいて、生存者を探すのにも一苦労だったそうだ。ちなみに、その光景は BBC で報道されたんだぜ。見たら絶対トラウマになりそう。確実に脳裏に焼き付くだろうな。だが、その光景もさることながら、この地獄のような収容所で、一体誰が、罪もない人々にこのような苦しみを与えることができたのかという疑問が残ったんだぜ。そこで、ベルゼンで働いていた、45人の警備員と元労働者が裁判で裁かれたんだ。そこに女性看守がいたのね。いたどころか、彼らの多くが若い女性だったんだよ。ベルゼン裁判で裁かれた女性たちの中に、イルマ、グレイゼ、エリザベート、フォルケンラーと、ヨハンナ、ボルマンという、3人の女性がいたんだ。その3人が特にヤバかったってこと？ああ、この3人は裁判で極刑を言い渡されているんだぜ。刑の執行は1945年12月13日。最初に執行されたのはイルマ、グレイゼだ。彼女は年齢を尋ねられると、一瞬ためらって微笑んだ後21歳と答えたんだよ。めちゃくちゃ若いじゃない。彼女は、わずか18歳の時に、ラーフェンスブリュック強制収容所の警備員に応募して採用されたんだ。自分から言ったのね。ちなみに父親は反ナチ活動家だったから就職の話を聞いて、彼女を家から追い出しているぜ。その父親を当局に密告しているから相当恨んでいたんだろうな。パパかわいそう。グレイゼはラーフェンスブリュックからアウシュビッツそしてベルゲンと複数の強制収容所で、悪名高いキャリアを積み上げていったんだぜ。彼女はどんな残虐行為をしたのかしら。収容所の生存者たちの証言によると、とにかくサディスティックだったらしい。常に重い革のブーツ、ムチ、ピストルなどを身につけて自分の権威を示し、人の命を奪うことをためらわず、人を痛めつけることに快感を覚えていたようだ。恐ろしい悪魔ね。囚人に向けて犬を放つという拷問なんかもやっていたらしいな。拷問は子供や老人なんかも関係なく行っていたぜ。特に理由もなく、人々をランダムに選んで処刑することもあったんだよ。気まぐれで命を奪うなんて。ただランダムと言いながら、基本優先して選ばれるのは健康体の女性で、その中でも豊かな胸を持つ若い女性を特に好んで暴力を振るっていたんだぜ。ベルゲン滞在中は1日約30人のペースで、犠牲者が出ていたと推定されているんだ。お胸にコンプレックスでもあったのかしら。その可能性もあるな。グレイゼは、裁判での告発のほとんどを否定し囚人たちの最終的な運命は、この裁判での被害者たちの証言で初めて知ったと言っているぜ。そんなわけないでしょ。彼女が認めたのは囚人を殴ったこと、鞭を使ったこと、スポーツの訓練を囚人たちに課したことくらいなんだ。暴力は認めるのね。ただ、殴ったのはあくまで素手だし、鞭は隊列を整えるため、
スポーツの訓練は囚人がルールを破ったから懲罰を科しただけだと正当性を主張したんだよ。素手でも殴っちゃダメでしょ。これは、彼女らの間では一般的な姿勢らしく、同じ裁判にかけられた他の収容所職員たちも、我々は長い指揮系統の一部に過ぎず、これだけ多くの人の命が奪われていたことは知らなかったと主張したんだぜ。いくらなんでも無理がありすぎるわ。ブレイゼは自らの罪は否定したんだが、ナチスを否定することは決してなかったそうだ。実際、彼女は独房にいる間ずっと SS の参加を歌っていたらしい。SS って?シッツ、シュタッフェルの略称で、元はヒトラーを護衛する親衛隊として1925年に創設された組織だ。第二次世界大戦中は、反ナチ勢力の弾圧やユダヤ人狩りなどをしていたぜ。グレイゼはそこのメンバーだったのね。ああ、裁判中の彼女は何を聞かれても、いいえ、わかりません、覚えていませんと答えていたそうだ。素直に認めればいいのに。裁判が始まってから54日目、彼女はベルゲンとアウシュビッツの収容所で戦争犯罪を犯したとして極刑の判決を受けたんだ。まあ妥当でしょうね。判決当時彼女は22歳、20世紀にイギリスの法律の下で極刑を宣告された最年少の人物となったんだぜ。本当ならこれから色々と経験していく年齢なのに。1945年12月13日ドイツのハーメルン刑務所で刑が執行されるとき、彼女は激しく抵抗したらしく、適切に刑が執行できなかったとも言われているんだ。彼女は執行の直前にだるそうな声でシュネルと言ったらしい。シュネルは早くという意味だぜ。自分の運命を悟ったのか何か思うところがあったのかも。当時のニュースによると、処刑後は火葬されて、肺は排水口に捨てられたそうだ。ナチス関係者の墓が、終戦後も彼らを支持するグループの聖地や政治集会の場所になるのを避けるためだぜ。墓荒らしとか遺体が盗まれたって話はたまに聞くもんね。グレイゼと同じく収容所で残虐な行為に手を染め、裁判にかけられて極刑を言い渡されたのがエリザベート、フォルケンラートだ。フォルケンラートさんも若かったの?処刑された時はまだ26歳だったぞ。ただ彼女はもっと幼い頃から卑劣な行為に手を染めていたんだ。幼い頃っていつからかしら?順を追って説明していこう。まず、ヒトラーが政権を握った時フォルケンラートはわずか13歳だったんだぜ。それから間もなくして彼女はドイツ女子同盟のメンバーになったんだよ。ドイツ女子同盟って何なの?ドイツ女子同盟は1930年から1945年まで存在した組織で、ナチス、ドイツがドイツに住む未成年の少女を統制するために設立したんだ。未来のある少女たちに何してくれてるのよ。フォルケンラートは小学校を卒業した後、第二次世界大戦が始まるまでは、料理人の助手や美容院などで働いていたんだぜ。戦争で大きく変わったのね。元からそういう性格だった可能性もあるが、異常な環境が彼女を変えてしまったのかもな。1941年フォルケンラートは SS に徴用され、ラーフェンスブリュックの収容所で監視としての訓練を受けることになったんだ。監視としての訓練って何なの?ラーフェンスブリュックには、女性 SS 警備員のための訓練キャンプみたいなものがあって、そこでは、これから監督する予定の囚人の扱い方を指導していたんだよ。扱い方といっても学ぶのは囚人を支配する暴力の方法だがな。そんなことだろうと思ったわ。ちなみに1942年の夏頃からラーフェンスブリュックの収容所では、SS の医師たちによって囚人を使った非倫理的な人体実験が行われてたんだ。この実験について尋ねられた時、フォルケンラートは何も聞いたことがないと答えたそうだぜ。そんなわけないでしょ。上の命令通りやっただけで何も知らなかった。よく聞く上トークだよな。そんな彼女の任務の一つがガス室の選別に参加することだったんだ。ガス室の選別って何?収容所に連行された囚人が初めに直面する地獄の時間だぜ。ガス室送りになった人々は有毒ガスの蔓延する部屋に入れられるんだよ。どうなるかは言わなくてもわかるよな。えぐいわね。フォルケンラートは、選別には一度も参加せず、単にそこに立ち会い囚人たちを監視することだったと主張したんだぜ。また、そんなへりくつを。だが、収容所から解放された人々が彼女自身が選別していたと証言したんだ。ちなみに選別の時囚人たちは泣いて逃げ回ったんだが、フォルケンラートは逃げようとする人をあらゆる方法で虐待して黙らせたんだぜ。暴力の学校で習ったことを発揮しないでほしいわ。そんな彼女は1945年にアウシュビッツからベルゼン強制収容所に移動になったんだ。さっきも言ったようにベルゼンの衛生状態は劣悪だったんだが、そのような厳しい条件下でもフォルケンラートは囚人への暴力を楽しんでいたぜ。完全に狂ってるわね。ベルゼン裁判でフォルケンラートは無罪を主張し、告発は片っ端から否定したんだ。だが、囚人への残虐な暴行について尋ねられた時は私が囚人の顔を平手打ちしたのは事実です。囚人たちが命令に従わずに平手打ちされたのは、彼女たち自身の過失でしかありません。
もっと賢ければ、すべてうまくいったでしょうと答えたんだよ。どう見ても過失じゃない。フォルケンラートにはイルマ、グレイゼと同じく絞首刑の判決が言い渡されたんだ。1945年12月13日の朝に刑は執行されたが、彼女のために涙を流す者はいなかったぞ。やったことを考えれば当然よね。さて、ベルゼン裁判後に処刑された3人目の女性がヨハンナ、ボルマンだ。ボルマンは他の2人よりもかなり年上だったが、2人に負けず劣らずの残虐性を持っていたんだよ。ボルマンさんはおいくつだったの？刑の執行時は52歳だったぜ。彼女は1938年にリヒテンブルクの強制収容所で看守として最初の仕事を受けたんだ。看守になった理由はお金を稼ぐためらしい。そんな理由で？彼女はもともと精神病院で働いていたんだが、看守になってからの報酬はその頃の10倍以上だったそうだ。それは目がくらむわね。だからといって暴力は看過できないけどな。ボルマンの勤めていたリヒテンブルクの収容所は、収容所全体がラーフェンスブリュックに吸収されることになったんだ。ラーフェンスブリュックって？ああ、フォルケンラーとも勤めていた暴力の学校だぜ。この頃に彼女の代名詞となるジャーマン、シェパードを購入したそうだ。その後でアウシュビッツの強制収容所に移動となったんだ。彼女もまた残虐だったのかしら？ああ、ただ他の二人とは少し違って、負傷させたり命を奪う目的で犬に囚人を襲わせることが多かったんだぜ。それもあって囚人たちからは犬を連れた女とか呼ばれていたようだな。絶妙に嫌なあだ名ね。ちなみに彼女は収容所で一番の嫌われ者だったらしい。その理由の一つが理不尽な暴力だぜ。他の看守もやってそうなものだけど。ある時ボルマンは医務室へ向かう一人の囚人を呼び止めたんだ。そして女性に近づくと、ポケットから何かを取り出したんだよ。その直後にボルマンはその囚人に暴力を加えたんだ。急になんでなの？理由は定かではないが、別件で衣服を着ていたという理由で囚人に暴力を振るったこともあったらしい。だからその時も、何かと難癖をつけたんだろう。意味がわからないわね。その囚人は大丈夫だったの？暴力だけなら大丈夫だったかもしれないな。ボルマンは左手で握っていたジャーマン、シェパードのリードを離したんだ。その囚人がどうなったかは想像に任せるが、しばらくしてからガス室に運ばれたようだぜ。もうそれは、そういうことよね。こんな感じで理不尽な暴力を繰り返していたボルマンだが、裁判で彼女はこれほど多くの残酷な証言がなされた理由はわからないと、無罪を主張したんだぜ。いやいや、理由なんてわかりきってるでしょ。囚人たちへの暴力行為について尋ねられると、顔を殴ったり耳を殴ったりしたことは認めたがあくまで秩序を守るための行為だと正当化したんだ。他の二人と同じパターンね。さらに、犬に囚人を襲わせた件については、犬と囚人が戯れ合っていただけと証言したようだな。いやいやいや、いじめっ子みたいな言い訳やめてもらえるかしら。それから、ガス室への選別に関わった疑いもあったんだが、選別に参加したことも、見たこともないと証言しているぜ。それは本当なの？まあ、嘘だろうな。当然だが、それらの主張が認められることはなく彼女もまた極刑を言い渡された。当たり前よね。刑の執行を担当した人物がボルマンの最後の様子を記録しているんだが、その記録によると彼女は年老いて、憔悴しきった様子で震えていた。執行前に震えた声で私にも感情があると言ったとされているんだ。彼女も二人の女看守と同様に処刑。ベルゼン裁判後に処刑された最後の女性だったぜ。感情があったら何なのって話よ。ベルゼン裁判で有罪判決を受けた人々が負う苦しみは、彼女らが罪のない人々に与えた苦しみには到底及ばない。グレイゼラ3人の女看守の処刑は正当とされたが、彼女らを含めて処刑された者はほんの数人だぜ。納得はできないわね。それはそうだろうな。ちなみにベルゼンの裁判とほぼ同時期に行われたニュルンベルク裁判の動画もあるから、こっちも概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。ベルゼン裁判や女性看守らの処刑は彼女らの残虐さを世界に示すと同時に、戦争によって人間が変わってしまう恐ろしさを世界に発信することになったんだ。異常が日常になっちゃう戦争ってやっぱ恐ろしいわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はナチスドイツの親衛隊大佐だったヨアヒム・パイパーという人物が第二次大戦で起こした虐殺事件と彼の末路についてのお話だ。虐殺事件とその人の末路が関係あるの？実はそうなんだよ。彼は戦後まで生き延びてフランスの田舎で静かに暮らしていたんだが、家が謎の火事にあってしまうんだ。しかもその焼け跡からは身元不明の遺体が見つかったんだぜ。もしかして報復として？警察が事件を捜査したんだが、かなり闇が深い結果が出たんだ。そんなヨアヒム、パイパーのしくじりすぎた末路を、最後まで見逃さないでくれ。それでは行くぜ。まずはヨアヒム、パイパーがどんな人物だったか紹介していこう。わかったわ。
ヨアヒム・パイパーが生まれたのは1915年1月30日、ドイツのシレジア地方の中流階級の家庭の3番目の子供として誕生した。ヨアヒムは兄弟たちに続いて将校としてのキャリアをスタートさせ、ヒトラー・ユーゲントを卒業し、1933年10月に SS に志願したんだ。なんとなくだけどエリート、コースって感じがするわ。軍事指導者養成コースを修了した後、パイパーは SS 将校学校で将校として訓練を受け、SS に入隊してハインリヒ・ヒムラーの副官見習いとなるぜ。ヒムラーは有名な人よね。ナチス、ドイツの親衛隊のトップだな。そのヒムラーの副官となったパイパーは、ヒムラーの全ての命令と連絡を取り扱う役目を担い、戦闘にも参加するようになる。そしてそこで、例の事件が起きるんだ。ようやく本題ね。戦闘に参加したパイパーは、冒頭で話したようにいくつかの事件に関わる。1943年1月、パイパーの師団は東部戦線に向かい第3次ハリコフ海戦に参加するが、そこで包囲された歩兵師団を救出することになったんだ。だが、ここで事件が起きる。とある村に残されていた小さな公営医療文献隊のメンバーが、なんとソ連軍によって全員命を奪われていたんだ。医療班ってことは非戦闘員よね？それが全員やられてたってこと？ああ。そして当時のパイパー師団の軍曹は後に、パイパーが報復として同じことをしたと証言したんだぜ。具体的にはこんな感じだ。村ではパルチザンとソ連兵によってガソリントラック2台が焼かれ、ドイツ人25人が命を奪われた。復讐としてパイパーは村全体の焼き打ちと射殺を命じた。報復としてパイパーが村人の命を奪ったっていう証言が出てきたわけね。これが一つ目の事件だな。そして同じ出来事が1943年2月17日、同じくエフレモフカ村とセミョーノフカ村でも繰り返されるんだ。まだあるのね。当時14歳だった生存者による証言はこうだ。1943年2月12日、第1 SS 装甲師団が2つの村を占領し、ソ連軍は撤退する際に2人の親衛隊将校を負傷させた。するとその5日後、報復として師団は872人の男性、女性、子供の命を奪ったという。本当なら規模が大きすぎるわ。次はパイパーが起こしたと言われる最も有名な事件だ。1944年12月17日のパイパー部隊の進軍中、ベルギーのマルメディ村付近で、主にアメリカ第285野戦砲兵観測大隊の部隊を制圧、捕虜にする。パイパーの部隊が連合軍を捕虜にしたのね。ああ。だがこの捕虜たちは牧草地に集まるよう命じられ、ドイツ軍により機関銃で処刑されてしまったんだ。ええー、マジモンだわ。しかも米軍捕虜相手だなんてかなりヤバそうよ。84人の兵士がその場で犠牲になり、遺体は雪の上に放置されてしまうが、米軍の戦線にたどり着くことができた生存者が、この出来事を広めたんだよ。戦後に行われた裁判では、パイパー指揮下の師団は362人の戦争捕虜と、111人の民間人犠牲者に対する責任があるとされたぜ。果たして真実だったのかどうか。さて、1945年6月に米軍の戦争犯罪捜査官がマルメディ虐殺の法医学的捜査を開始する。パイパーは米軍が作成した戦犯リストのトップにいたことから、米軍は1945年8月21日に農場で働く彼を逮捕して裁判にかけることになるぜ。いよいよ裁判ね。米軍の軍事刑務所で尋問を受けたパイパーは、部下の行動に対する指揮官としての責任を認め、裁判のためダッハウ強制収容所に移送されたんだ。こうして1946年5月16日から7月16日の間に、ダッハウ強制収容所でパイパーを含む74人の被告に対して、マルメディ虐殺に関する裁判が開かれたぜ。状況としてはかなり厳しいと思うんだけど、どうなのかしら？パイパーの弁護人は、被告人たちの供述書が不適切な尋問によって得られたもので、そのため無効だと訴えたんだ。なるほど、無理やり自白させられたんだってことね。そうだな。だが軍事法廷は彼の証言に納得しなかったぜ。そりゃそうだ。また、ベルギー民間人を処刑するよう部下に命令したかどうか尋ねられたパイパーは、ゲリラのパルチザンだから民間人ではないと答えたんだ。民間人かどうかが重要なポイントだったの？そういうことだな。こうした裁判の結果、裁判所はヨアヒム・パイパーに対して起訴された戦争犯罪について有罪判決を下し、絞首刑を宣告したぜ。絞首刑って、話が違わない？ああ。この判決は米軍再審理委員会によって見直され、1948年に終身刑に減刑されたんだよ。パイパーは11年6ヶ月の刑期の多くを独居房で過ごし、1956年12月31日に仮釈放されたぜ。なんだ、ここで話が終わっちゃうのかと思ったわ。こうしてパイパーは、なんとか命の危機を逃れることができたわけだな。
でも結局その後謎の最後を遂げたのよね。だがそれは晩年の話で、戦後は一般人として生活していたんだぜ。自由の身になったパイパーはかなり慎重に行動していたらしく、元党員と公然とは付き合わなかったそうだ。確かに元ナチスと交友があれば当局にマークされそうだわ。そうだよな。ただ、できたばかりの西ドイツにおける元親衛隊の秘密コミュニティの一員として、密かに活動をしていたのは事実らしいぜ。やっぱり本心ではナチス再興を諦めていなかったってことかしら。この元親衛隊たちの相互扶助協会によって、彼はシュプットガルトにあるポルシェ社で働けるよう手配されたが、戦時中のパイパーについて知る労働者がいたことで、結局解雇されてしまったんだ。だが協会の助力によって、フォルクスワーゲン社で自動車販売員の仕事を得ることができたんだぜ。安心のサポートだわ。そんな中1964年6月23日にパイパーは、ボーブ S 虐殺についてシュプットガルトで裁判にかけられることになる。これはさっき出てきたが、1943年9月に起きた事件に関する裁判だったんだ。おっと、これは不穏ね。起訴内容は二人の元パルチザンの供述と、村の焼却をパイパーが見ている写真に基づいたものだったらしい。だが、この裁判では運よくパイパーの指揮責任の証拠も、村人の命を奪えと直接命令した証拠もないと判断され、最終的に全ての罪状で無罪となったぜ。運が良かったと言わざるを得ないわね。なんとか無傷で裁判を乗り越えたパイパーは、1972年にフランスの国家主義者の支援を受け、妻のジグルドと共に偽名でフランスの王都ソーヌ県のトラベスに隠遁するんだ。彼らが住んだのは、人口わずか357人の村だったぜ。パイパーはフランスに移住することにしたのね。そうだな。とはいえフランス当局は身元と経歴を把握していたようだが、1972年4月27日には5年間有効な一時滞在許可を与えられたんだよ。彼ら夫婦は村では穏やかな生活を送り、あまり外には出ないようにしていたと言われているぜ。新しい生活を始めたのね。ちなみにフランス滞在中に、パイパーはフリーランスの翻訳家として働き、軍事史の本を翻訳していたらしい。ペンネームはライナー・ブッシュマンで、ドイツの出版社で英語からドイツ語への翻訳者として働き、軍事史の書籍をいくつか翻訳したそうだ。それで末永く幸せに暮らしました。ってわけじゃないのよね。もちろんだぜ。偽名を使っていたにもかかわらず、反ファシスト団体によってやがて素性が知られることになるんだ。なかなかヤバい立場になりそうね。決定的な問題が起きたのは、パイパー夫婦の移住から2年後の1974年だったんだ。きっかけはパイパーが村の店に犬小屋を買いに行った時のこと。その店で彼は、偶然居合わせた元フランス抵抗運動員のポール、カシューに、素性を知られてしまったんだよ。まずいわね。ともかくカシューは、その人物がパイパー本人であることを疑いつつも、フランス共産党に通報したんだ。フランスはナチスに占領されてたわけだし、そりゃ恨みは深かったでしょうね。それがこの後の悲劇を招いてしまうわけだ。さて、1976年6月21日には反ナチ、共産主義の政治活動家たちが、パイパーのことを、トラベスの人々に知らせるビラを配り始める。翌22日には新聞社の取材により、元 SS 司令官ヨアヒム、パイパーが村に住んでいることが明らかになってしまうんだ。まさに逃げも隠れもできないってやつ。こうして始まった、パイパーの国外追放を求めるキャンペーンだが、一方のパイパーはフランス警察に苦情を申し立て、自宅を守る警備を得た。ただし警備は日中のみに限られていたんだ。昼間だけって、正直あまり意味がない気がするけど、夜間はガラ空きなわけだしな。誰か助けてあげなかったのかしら？もちろん西ドイツのパリ大使館は、パイパーに対して一時的にその地域を離れるよう忠告したぜ。ただし、反パイパーのキャンペーンは時間とともに激しさを増し、7月13日になると家に火をつけるという手紙や電話を受け取るようになったそうだ。危険を感じたパイパーは妻をドイツに帰らせ、自分は事態が収まるまで数日間待つことにしたぜ。さすがに肝が据わってる感じがするわね。一目散に逃げ出してもおかしくないと思うわ。さて、その日22日の午後11時30分から7月14日未明にかけて、つまり真夜中の出来事だが、地元警察は村外れの小さな家で火事が起きたと住民から通報を受ける。それもしかして、ああ、まさしくヨアヒム、パイパーの家だったんだぜ。ひえー、消防士が現場に到着するとすでに家は炎に包まれていたんだ。しかも数時間後の鎮火の後、消防士は家の中で重度の火傷を負った遺体を発見したんだよ。それってまさか、高温のため遺体は約60センチほどに縮んでいて、ほとんど人間の体とは言えない状態で、そこから薬室が空の拳銃とショットガンが見つかったぜ。さらに家の庭を調べたところ、家から約11メートル離れた多くの木の近くに弾痕が見つかったんだ。つまり撃ったか撃たれたかしたのね。
遺体は近くのビジョン市の法医学研究所に運ばれ、検視の結果、死因は煙を吸い込んだことと判明。間もなく警察の特別捜査班が結成されたんだ。その日に何が起きたかわかったの？捜査は数ヶ月にわたり、捜査班はパイパーの家の残骸の中から双眼鏡と未使用の火炎瓶、パイパーが妻に宛てた最後の手紙を含む個人的な書類などを発見したんだ。遺体がつけていた時計は午前1時、家の時計も1時7分で止まっていて、家中にガソリンの跡が散乱していることも判明したぜ。探偵小説みたいな謎すぎる展開だわ。まだあるぜ。庭と外の牧草地の間の有刺鉄線が切断されていて、被害者が発射した武器の弾道から、発砲は家に放火されないために、攻撃者を阻止する意図で行われたと結論付けられたんだ。その一方で攻撃者が家に向けて発砲した形跡はなく、被害者の命を直接奪おうとした形跡もなかった。さらには家の電話線を切断しようとした後も見つからなかったそうだな。撃ったのはパイパーだけだったってことね。だがこれらの証拠にもかかわらず、警察の特別捜査班は最も重要な事実を特定できなかったんだ。どういうこと？結局、火事の原因も誰が引き起こしたのかも判明しなかったんだよ。そんなことある？残念ながらそうだったんだぜ。さらに悪いことに、遺体の身元も正確に特定できたわけではなかったんだ。ただし、公式見解ではパイパーの遺体だと考えられているんだけどな。パイパー以外に誰がありえるっていうのよ？もちろん本人の可能性も高いんだが、なんせ火災がひどくて遺体の状態が悪すぎたんだ。そういうことなのね。ともかく捜査でわかったのは、7月14日未明に、何者かがヨアヒム、パイパーの家に放火したという事実だけだったんだぜ。ここから先は推測だが、パイパーは自分が狙われていると思って手元にあった武器で応戦したが、ある時点で原因不明の火事が発生し、閉じ込められ煙を吸って命を落としたというわけだ。正直その線が一番ありえそう。発見された遺体は捜査終了後に妻に引き渡され、バイエルン州の墓地に埋葬されたんだ。そしてその数週間後、復讐者を自称する政治団体が、パイパーの家の放火事件の責任を認める声明を出したぜ。そうなの？じゃあその団体が犯人ってこと？メッセージはこうだ。パイパー事件は我々の仕業だ。これは単なる警告以上のものだ。我々の復讐は、フランスに隠れているナチを襲うことだけではない。自分たちがやったって認めたのね。ただしこれが事実と証明されたわけじゃないんだぜ。確かに鵜呑みにするわけにもいかないわ。そしてこうした事情から、ヨアヒム、パイパー自身が仕組んだ可能性があるという噂も広まり始める。結果として、パイパーが意図的にこの状況を作り出したのではないかと考える人も出てきたんだよ。いやいやいや、それはさすがにありえないんじゃない？根拠の一つは家の中から見つかった未使用の火炎瓶だ。どうして未使用の火炎瓶なんか用意してたのかしら？パイパーは家が燃えている間に裏口から出て、庭と外の牧草地の間の有刺鉄線を切って、森に逃げたのではないかという説が立てられたんだよ。もしそうならその後どこへ消えてしまったっていうの？もちろんこれも完全に裏付けられたわけじゃない。1977年5月7日に警察関係者は、遺体がパイパーのものであることを証明するものは何もないが、それに反するものも何もないと宣言し、事件を終結させてしまったんだよ。最後まで真相はわからなかったのね。もしも本当に遺体がパイパーじゃなかったとしたら、ああ、その後もどこかで潜伏生活を送っていた可能性は捨てきれないんだぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はナチスの悪名高い女看守の話をしよう。確か、強制収容所で囚人にいろいろやらかしてたのよね。ああ、そんな看守たちの中で、ケルメスウマというあだ名をつけられた女看守を紹介するぜ。メスウマってなんかすごい屈辱だわ。普通の家に生まれ普通に暮らしていた人間の人生が、戦争とお金によって狂わされていったんだ。ある意味では被害者でもあるのね。そういうことだな。じゃあ早速老いたちから紹介していこう。今回紹介するのはヘルミーネ・ブラウンシュタイナーという女性だ。初めて聞く名前だわ。ブラウンシュタイナーは、1919年7月16日にオーストリアのウィーンで生まれたぜ。彼女の家は厳格なローマカトリック教徒で、父親は、醸造所の運転手や肉屋で生計を立てていたんだ。末っ子だったブラウンシュタイナーは優秀で将来の夢は看護師だったらしい。だが、その夢は経済的な理由から断念せざるを得なかったんだよ。そこで人生が狂っちゃったの？いや、まだだぜ。看護師の夢は諦めて家の手伝いをしていたんだが、彼女の父親が癌でこの世を去って母親が年金をもらえなくなってしまったんだ。かなり厳しい状況じゃない。ああ。だからブラウンシュタイナー自身が働きに出て家計を支えることになったぜ。彼女は最初、職を求めてオランダに行ったんだが、就労許可を得られずに3ヶ月でウィーンに戻ったんだ。それからウィーンで短期の仕事を転々とした後、
イギリスに渡ってアメリカ人技師の家政婦として働いたんだよ。かなり苦労したのね。ああ。彼女がウィーンに戻ってきた時、オーストリアはドイツに併合されていたんだ。ドイツ国民になったブラウンシュタイナーはイギリスに行く前に働いていたビール醸造所に復職し、その後はベルリン近郊にある弾薬工場で弾丸の製造に携わっていたんだぜ。それで、家計は支えることができたの？週に稼ぐ16マルクのうち、5マルクを家賃に当てて、残りを通勤切符の購入とウィーンに住む母の支援に当てたそうだ。ちゃんと仕送りもして以来はね。そんな彼女の運命が変わったのは、19歳の時だったぜ。ブラウンシュタイナーは19歳で、ラーフェンスブリュック強制収容所の監視員に応募したんだ。なんで応募したのかしら？破格の待遇だったんだよ。ラーフェンスブリュックの監視員の週給は60マルクだぜ。弾薬工場の4倍くらいあるじゃない。金銭面に目がくらんで、応募したわけだな。ラーフェンスブリュック収容所には、150人の女性がいたんだが、そのほとんどがボランティアか、いい給料と労働条件を求めていた女性たちだったんだ。みんな似たようなものだったのね。ああ。ちなみにこのラーフェンスブリュックには、イルマ・グレイゼや、エリザベート・ホルケンラートなどの悪名高い女看守もいたんだぜ。彼女らの詳しい解説については概要欄の動画をチェックしてくれ。わかったわ。さて、ラーフェンスブリュックで衣料品倉庫の管理をしていたブラウンシュタイナーだが、上官との意見の相違から転勤を申請し、ポーランドのマイダネク強制収容所に移動したんだ。そんな簡単に移動できたのね。ああ。彼女が移動してきたマイダネクは、アウシュビッツと同じ分類で、強制収容所と絶滅収容所という二つの役割を合わせ持つ収容所だぜ。この二つの役割を合わせ持つ収容所はマイダネクとアウシュビッツだけなんだ。絶滅収容所って何なの？ガス室とか相場を備えた、囚人の命を奪うという目的で作られた収容所のことだ。マイダネクには彼女が移動してくる少し前からガス室が作られていて、彼女はガス室に送られる女性と子供の選別をしていたんだぜ。それだけじゃなく、ガス処刑が行われる際はほぼ常に立ち会っていたそうだ。囚人を処刑台送りにしていたってことかしら？そういうことだな。ブラウンシュタイナーは囚人を残酷で非人道的に扱うことで、自分の優位性を示したんだ。ちょっとしたことで激しく癇癪を起こし囚人を殴ったりしていたんだぜ。欠点がわからない人って厄介だわ。さらに殴るだけでは飽き足らず、金具のついた長靴で踏みつけて命を奪ったりもしたんだ。それで踏みつけるメス馬とか、蹴るメス馬っていうニックネームがついたんだぜ。馬はどこから来たの？喜怒哀楽がコントロールできないところと、馬鞭を使っていたからだろうな。馬鞭は字のごとく、乗馬などで用いる鞭だな。それで囚人を叩いていたそうだ。踏んだり蹴ったり、囚人には何してもいいって感じね。ああ。特に子供には容赦なかったようだぞ。収容所にいる子供を無用の食い手と考えていたらしい。要するに、働きもしないのに食料だけを消費する邪魔な存在ってことだな。子供は遊ぶのが仕事でしょ。まあ、小さい時から家計を助けるために働いていた彼女からすると、それは甘えに見えたのかもしれない。だからといって鞭で叩いたりするのは賛同できないぜ。しかも、子供でも関係なく命を奪っていたんだ。とんだ悪魔だわ。すべて彼女一人でやったわけではないが、マイダネク収容所が稼働していた。1941年10月から1944年7月の間に10万人近くの囚人が犠牲になったらしい。そのほとんどに関わっていたんでしょ？そう言われているぜ。1944年7月下旬にソ連軍がマイダネク収容所のあるルブリンに接近すると、収容所職員は急いで収容所から撤退したんだが、その時に兵舎やガス室などを破壊し忘れたんだ。慌てて証拠全部残していくなんて、とんでもないしくじりじゃない。ソ連軍が収容所を解放した時、収容所はほぼ無傷で数百人の囚人がまだ生き残っていたんだぜ。ブラウンシュタイナーさんはどうなったの？彼女はすでに、ベルリン郊外にある原点という、ラーフェンスブリュックの補助収容所にいて、そこの主任監督官かつ責任者になっていたんだぜ。なんか出世してるじゃない。マイダネクでの功績を称えられて、勲章をもらってるくらいだからな。1945年5月までそこで勤務したんだ。囚人をいじめたことが功績になる世界線怖すぎるわ。戦後の生存者たちによると、この収容所でも彼女は馬鞭で囚人の多くを虐待し、少なくとも二人の女性の命を奪ったらしい。やっぱり悪魔だわ。当時原点に収容されていたフランス人医師の回想によると、妨害工作をした疑いのあるロシア人の少女を、鞭で25回ほど打っていたそうだ。少女の背中は鞭の跡で真っ赤だったがすぐに治療することは許されなかったんだぜ。これでも功績になるのよね。そういうことだな。そうこうしているうちに終戦を迎えたんだ。戦後、ブラウンシュタイナーはバイエルンの農場で3ヶ月働き、その後はウィーンの母の元に戻って家政婦として働いたぜ。え、逮捕されないの？
すぐにはされなかったみたいだな。だが、1946年5月6日にオーストリア警察はブラウンシュタイナーを逮捕。彼女はラーフェンスブリュックで囚人を虐待し、人間性と尊厳を侵害した罪で有罪判決を受けたんだが、マイダネク収容所での犯罪については証人不足のため無罪となったんだぜ。ということは罪としては軽かったのかしら。ああ。ブラウンシュタイナーに下された判決は懲役3年と財産没収だけだったんだ。1950年4月に釈放された彼女は、1950年代の半ばまで低賃金の仕事に就き、1958年にラッセル・ライアンという男と出会ってカナダに移住したんだぜ。たくさんの人の命を奪ったのに数年で普通に社会に出てるって恐怖だわ。二人は結婚して、ブラウンシュタイナーは夫の姓であるライアンを名乗るようになったんだ。彼らはカナダからアメリカのニューヨークに移住して、ライアンは精密機械技師として、ブラウンシュタイナーはジャージー工場で働いたぜ。ジャージー工場って何作るの？ジャージー生地を作っているんだ。運動するときに着るジャージなんかに使われているやつだな。なるほどね。ところで、強制収容所で監視をしていたことを旦那さんは知っていたの？いや、ブラウンシュタイナーは夫にもアメリカ当局にも強制収容所のことは話していないぜ。彼女は自分の主張を隠したままアメリカの市民権を取得したんだ。過去を隠そうとしたのね。ああ。過去を消し去って旦那と新しい土地で幸せな結婚生活を送る。そう考えていたんだろうな。だが、現実はそんなに甘くないんだぜ。過去がバレたの？ああ。それも最悪の形でな。アメリカの市民権を獲得してから約1年が経った頃、ブラウンシュタイナーがラーフェンスブリュックとマイダネクの監督者だったという報道が出たんだ。どこでバレたのかしら？ユダヤ系オーストリア人のホロコースト生存者で、ナチハンターのサイモン・ビーゼンタールに追跡されていたんだぜ。ナチハンターって何？ホロコーストに関与した元ナチス党員やその協力者らに関する情報を収集して、戦争犯罪や人道に対する罪を追及し、裁判による正義の実現を求める活動家のことだ。どうしてブラウンシュタイナーさんが元ナチスの人間だとわかったのよ。いろんな偶然が重なったんだぜ。当時サイモンはイスラエルのとあるレストランにいたんだが、そのレストランに友人から電話があったんだ。なんでわざわざお店に電話するのって思ったけど、携帯がまだ普及してないのね。そういうことだぜ。それで、電話を受けたレストランの支配人が、ビーゼンタール氏にお電話ですとアナウンスしたところ、他の客は立ち上がって彼に拍手を送ったんだぜ。有名人だったの？そうみたいだな。彼が電話を終えてテーブルに戻ると、マイダネク収容所の生存者が数人待っていて、ブラウンシュタイナーについて彼に話したんだ。生存者からの密告だったのね。ああ。この情報に基づいて、サイモンは彼女の足跡を辿っていったんだよ。そして、ニューヨークに住んでいること、ライアンと結婚していることなどを突き止めたんだ。なかなかの捜査力だわ。ビーゼンタールはニューヨークタイムズにブラウンシュタイナーについて報告したんだぜ。その後、ブラウンシュタイナーの捜索を命じられた若手記者が彼女の夫を見つけたとき、夫のライアンは記者に対して、この世で妻ほど立派な人間はいない。彼女はハエ一匹も潰せないと語っているぜ。どんだけ猫かぶってたのよ。ハエどころか人間の命も軽く奪っているじゃない。それでブラウンシュタイナーさんはどうなったのかしら。彼女はアメリカ国籍の申請書にこの情報を記載しなかったから、アメリカ側は彼女の国籍を剥奪する手続きを開始、国外追放を避けたい彼女は自らアメリカ国籍を放棄したんだ。え、それだけ？逮捕されたりしないの？当然、逮捕されるぞ。1973年に彼女は逮捕されドイツに追放されたんだ。ちなみにこの1年前に自警団が、ブラウンシュタイナーが住んでいると思われる家に爆弾を投げ込んでいるんだぜ。さらっとえげつない報復してるわね。さらにえげつないのは、爆弾を投げ込んだ家が彼女らの家じゃなかったってことだな。ちゃんと確認してから行動しなさいよ。怪我人とかは大丈夫だったの？幸い怪我人は出なかったが、ニューヨークタイムズでも取り上げられる事件となってしまったんだ。とんだ迷惑ね。逮捕されたブラウンシュタイナーは、西ドイツで裁判を受けるためにアメリカから引き渡されたんだ。ナチスの戦犯がアメリカからドイツに引き渡されたのは彼女が初めてだったらしい。不本意な記念だわ。1975年11月に始まった第3次マイダネク裁判で裁かれたんだ。第3次ってことは、1回目と2回目があったのね。ああ。1回目は1944年、2回目は46年から48年にかけて、そして75年の3回目。ずっと継続されていたわけではないが、30年以上にわたる裁判はナチス戦争犯罪裁判全体としては史上最長なんだぜ。それだけ裁く人が多かったってことかしら。ナチスに関わった戦犯はかなり多いからな。第1次と第2次の間には、かの有名なニュルンベルク裁判も行われているんだ。ニュルンベルク裁判については、概要欄の動画をチェックしてくれ。わかったわ。
さて、第3次マイダネク裁判に話を戻そう。この裁判中に彼女は2回の精神崩壊を経験したんだ。裁判中にクロスワードパズルを解いていたこともあったらしい。精神が崩壊した演技の可能性もあるわね。いや、本当に精神を病んでいたと思うぞ。とある証人の証言中にはテーブルに手を叩きつけ、証人に向かってこの女は真実を言うべきだ。私は少年を撃っていないと叫んでいるんだ。また、別の証人に対しても嘘つきだと侮辱したりしているんだ。情緒不安定じゃない。裁判中のブラウンシュタイナーは、とにかく収容所での自分の役割を小さく見せようとしたらしい。自分はナチスという大きな歯車の中の本の小さな歯車だという主張は曲げなかったぜ。それで罪が軽くなるとでも思ったのかしら。さらに、ラーフェンスブリュック強制収容所で囚人を平手打ちしたことは認めたが、それ以上のことは決してしていないと容疑をほとんど否定したんだ。収容所で働いていた間に、恥ずべきことをしたかという質問には、単にいいえとだけ答えたらしい。往生際が悪すぎるわね。当然、彼女の主張が認められるわけがなかったんだ。最終的には、自らの手で80人の命を奪い、102人の子供の命が失われるのを手助けし、他の罪人と共謀して1000人の人間の命を奪ったという3つの罪で有罪となったぜ。1981年6月30日、裁判所はブラウンシュタイナーに終身刑を宣告したんだ。極刑じゃないだけマシじゃないかしら。いや、この時裁判が行われた西ドイツでは、すでに死刑制度は廃止されていたから、終身刑は極刑に相当するんだぜ。まあ、彼女は1996年に釈放されているけどな。終身刑なのに出れるの？服役中に糖尿病を発症し、その合併症で足を切断したりしたんだ。それが理由で釈放されたらしい。そんなパターンがあるのは知らなかったわ。刑務所を出た後彼女は夫のラッセルと小さなアパートで暮らしたそうだぜ。晩年は車椅子が必須で、糖尿病と関節炎に苦しんだらしい。そして1999年4月19日に79歳でこの世を去ったんだ。釈放から3年しか生きられなかったのね。ああ、だから終身刑とほぼ変わらないんだよ。まあ、最後に旦那と過ごせたのは良かったんじゃないか。確かに獄中でぽっくり行くよりはマシだわ。それにしても、戦争によって人生がこうも変わるなんて恐ろしいわね。彼女の場合は、戦争というよりはお金が人生を左右したんだと思うぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーの戦後についてのお話だ。戦後って第二次世界大戦の後ってこと？ああ。戦争が終わった後彼がどのように生きたかを追っていくぜ。なんか話がおかしいわね。ヒトラーはベルリンで自決したはずでしょ？実はヒトラーが、ベルリンの地下壕から脱出することに成功していたと言ったらどうする？それどんな陰謀論よ。確かにこのヒトラー生存説は陰謀論として扱われることがほとんどだが、終戦直後から現在に至るまで、数多くの証拠が積み上げられてきたんだ。というわけで半信半疑な人も、最後まで見て真偽を確かめてみてほしい。それでは行くぜ。ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーが、第二次世界大戦の終わりにベルリンの地下壕で命を落としたのは知ってるよな。連合軍がベルリンに攻め込んできたことで、自ら命を絶ってしまったのよね。だが、実は一部の研究者の間では、ヒトラーはベルリンから密かに脱出し、南米へ逃亡したという説が唱えられているんだよ。そんな話、今まで聞いたことないわ。映画か何かと間違えてない？確かにこれまでいくつかの映画で扱われたこともあるが、今回紹介するのは現実の話だ。実はヒトラーが生き延びて南米に逃亡したという証拠の方が、ベルリンの地下壕で死んだという証拠より多いと言ってもいいんだぜ。にわかには信じられないんだけど、疑わしく感じるのは当然だけど、自信を持ってこの説を唱える人もいるんだよ。もし生きてたらって考えると、歴史のロマンを感じなくもないわ。時は第二次世界大戦末期の1945年4月27日、ベルリンではソ連軍の激しい砲撃が第三帝国の中心部に迫り、夜になる頃には街の火災はもはや制御できなかった。そんな中地下壕の奥深くで、ヒトラーはすでに終わりが近いことを予感していたんだ。部下と共にソ連軍に降伏することもできるが、その屈辱は耐え難かったに違いないよな。まあそうでしょうね。特にヨーロッパ全土であれだけの被害を出した以上、どう扱われるかは明らかだわ。そんな状況で彼はこう考えたはずだ。自害することもできるが、一体誰が自分の代わりになれるだろうか？そもそもここで諦めるのは時期尚早ではないだろうか？確かに、そういう考えが全く頭に浮かばなかったとは思えないわね。そして、まだまだ彼の周りに優秀な部下がいたことを考えれば、相当の脱出計画が立てられなかったとは考えられないんだぜ。考えてみれば、脱出するための計画がなかったはずはないわ。とはいえ、それを達成するためには何年も隠れて耐えなければいけなかっただろう。
例えばアルプスに逃げて、そこからイタリアへ、もしくは中東などへ行く可能性はあったと考えられているぜ。地図の上だと行けそうな気もするけど、本当にアルプス山脈を通って逃げるなんてできるのかしら。もちろんとんでもない難関コースではあるだろうが、実際には元ナチスの高官たちがドイツを脱出するルートとして、アルプスからイタリアへ向かう経路は重宝されたんだ。そうなの？ああ。ちなみに実際に南米へと逃亡したナチスの残党としては、死の天使と呼ばれたヨーゼフ・メンゲレー氏や、後にエルサレムで裁判にかけられることになるアドルフ・アイヒマンなどがいたぜ。彼らについても別の動画で扱っているから、気になる人は概要欄をチェックしてみてくれ。わかったわ。話を戻すと、実は1945年にベルリンの地下壕で、アドルフ・ヒトラーやエヴァ・ブラウンが命を落としたことを示す法医学的な証拠は、ほとんどないことが知られているんだ。その一方で、アドルフ・ヒトラーが逃亡してアルゼンチンにたどり着き、1962年まで生きていたという同時代の証言や報道は大量に残されているんだよ。そうなの？もちろん単なる証言や報道でしかないのには注意が必要だぜ。まあ報道って言ってもいろいろあるしね。まず、当時のタイム誌には地下壕とヒトラーの指定のある第三帝国艦艇からの脱出ルートについて、詳細な記事が載っているんだ。また、1947年にはポーランドの法廷で、第200爆撃航空団という秘密部隊の司令官だったペーター・バウムガルト大尉が、ベルリンの臨時飛行場から、ヒトラーを飛行機で運び出したと証言しているんだぜ。ちょっと待って、それマジで言ってるの？でも地下壕にはヒトラーの遺体があったのよね？確かにそれが通説だ。だが、一説にはヒトラーとエヴァの遺体として身代わりになる人物について、その着る服に至るまで全てが細かく計画されていたという話もある。それっていわゆる影武者ってやつ？そういうことだな。ヒトラーの遺体の謎については後で触れるとして、まずは地下壕からの脱出について話そう。当時のソ連秘密警察エヌカーベイデーのある少佐は、ヒトラーの指定のある第三帝国艦艇の地下壕には、脱出用のトンネルがあったと証言している。彼は、アドルフ・ヒトラーに何が起こったのかを突き止める任務を負っていたんだ。地下壕から別のところへ行けるトンネルがあったってこと？ああ。脱出口はコンクリートのパネルの後ろに隠されていて、パネルをずらすと別の地下壕に繋がる階段が現れたそうだ。そしてその先には、ベルリンの地下鉄網へ降りるための階段があったらしい。なるほど、地下鉄の路線を伝って別の場所から地上に出られたってことなのね。そういうことだな。地下壕を出たヒトラーと一行は地下鉄網に入り、実際にどの道を通ったかにもよるが10キロか15キロ移動したと考えられる。そして地下鉄の駅から地上に出て、仮設滑走路へと到達したんだぜ。そこまで行けばベルリン脱出までもう一息だわ。ちなみにだが、地下壕から姿を消したのはヒトラーだけではなく、他の高官たちも一緒だった。つまり彼らは、まだナチスドイツの再興を諦めてはいなかったんだぜ。それはそうでしょうね。さて、一行は火災や爆発をかわしながら、ベルリンの中心部を走る通りへと向かったという、かつてはおしゃれな大通りだったが、その当時は間に合わせの滑走路として輸送機が止まっていて、空軍パイロットであるバウムガルト大尉が、エンジンを吹かして待っていたんだぜ。それでここからはどこへ向かったのかしら？そもそもヒトラーがドイツを離れるにあたって、いくつかの脱出計画があったと考えられているんだ。最も有名な計画の一つはイタリアを経由してスペイン、そしてカナリア諸島から南米に向かうというものだったぜ。スペインはわかるけど、カナリア諸島ってどこかしら？カナリア諸島はヨーロッパ西端のジブラルタル海峡から、アフリカ大陸の大西洋沿岸を少し南に下ったところにある島々だ。ここは当時からスペイン領の島だったんだ。それが脱出経路の候補だったのね。この脱出劇を仕切ったのはマルティン・ボルマンで、そこから総統一行を潜水艦に乗せてアルゼンチンに送るという計画だったわけだぜ。ボルマンも有名なナチス幹部ね。バウムガルト大尉の証言では、具体的な経路はこんな感じだったという。ベルリンを離れた飛行機は、まずマクデブルクの空軍基地に向かい、そこで給油のため一旦着陸。そしてデンマークのテンダーに飛んだとされる。そこではヒトラーが飛行機から降りるのを目撃したという、親衛隊将校の証言があるんだぜ。一行が到着すると、ヒトラーが地上で負傷した兵士たちに語りかけたという話だ。新たな目撃証言が、それと、ヒトラーはバウムガルト大尉に2万ライヒスマルクの小切手を渡したという。裏切られないように大金を握らせたのかしら。そうかもしれないぜ。そこから彼らは別のユンカース U52 に登場して、トラーベミョンデまで飛ぶ。そこにはヒトラーの専属パイロットであるハンス・バウアーがいて、最後の脱出の準備をしていたらしい。いよいよヨーロッパを離れるのね。バウムガルトの証言によれば、デンマークに着陸した後はスペインに飛び、フランコ将軍からカナリア諸島までの飛行機を提供されたそうだ。そこから潜水艦でアルゼンチン沿岸まで行き、
ブエノスアイレスの南約300マイルのところで船を降りたんだぜ。なるほど、スペインからスペイン領カナリア諸島、そこから大西洋を横断するルートなのね。ああ、カナリア諸島のフエルテベンプラ島には、グスタフ・ブインターが運営するナチスの情報基地があったことが分かっていて、この施設はベラベンターと呼ばれていたんだ。すでにナチスの基地まであったってことか。ちなみに当時アメリカとソ連の要人 A ともが、ヒトラーは生き残った可能性があると考えていたのも事実なんだぜ。実際にそのことを調査していた FBI 文書があって、その一部はリークされたり機密解除されているんだよ。ヒトラーがベルリンで命を落としたのが本当か、敵国からも疑われてたってことね。そういうことだろうな。FBI 文書によれば、ヒトラーが2隻か3隻の潜水艦のうちの1隻でアルゼンチン沿岸に到着し、そこから内陸に運ばれたということだぜ。ヒトラー生存説を研究する人々によると、ヒトラーがアルゼンチンに行った可能性があること、そしてナチスのコミュニティにいるらしいことについて、当時の FBI 長官J. エドガー・フーバーによる文書が残っているらしい。だが、それに関して特別な行動があった形跡はないそうだ。アルゼンチンにヒトラーがいるかもしれない情報を掴んでいたのに、何も行動を起こさなかったってことよね。それはおかしくない？これについての推測としてボルマンとアメリカの間で、我々を行かせてくれれば、決してあなた方の邪魔にはならないという形の取引が、成立した可能性があるとも言われているな。さすがに無理がある気もするけど、もしくはそれについてはまだ公開されていない情報があるのかもしれないぜ。そっちの方がまだありえそうだわ。もしヒトラーが生き延び、しかもアメリカ政府によって脱出を許されていたのだとしたら、ナチスは何ヶ月もかけて計画的に資金を移動させ、アルゼンチンに秘密のコミュニティを建設していた可能性がある。実際にそのための会議があったことや、第四帝国に資金を提供するための財政的裏付けを作る計画があったことを示す文書もあるんだ。なんでアルゼンチンかと思ってたけど、そもそも以前からそういう土地だったってことなのね。ああ、そもそもアルゼンチンは新ドイツかつ反英国な土地で、ヒトラーを含めナチスの残党が拠点を構えるにはこれ以上ない場所だったんだよ。だから沈みかけの船から逃げるネズミみたいに、アルゼンチンに渡った人々がいたってことだな。彼らは国外に資金を流してアルゼンチンに拠点を作り、ドイツ人やアメリカ人実業家、また世界中の実業家と繋がって世界を支配することを夢見ていたんだ。敗戦濃厚なナチスの受け皿みたいになってたってことか。さっき名前の出たボルマンも、南極ライヒスマルクもの大金を移動させ、特にアルゼンチンに送っていたことがわかっているぜ。一説には、アルゼンチンへ渡った後のヒトラーはボルマンの操り人形で、第四帝国に関する重要な会議や討議からは外されていたという話もある。それマジなの？どうもヒトラーがアルゼンチンで生きていたという証拠から推測すると、ボルマンはヒトラーが、もはや新しいドイツにとって役に立たないと考えていたようだな。これも一つの説だが、相当付きの医者と執事と共に置き去りにされ、会議には参加していなかったという話だ。もしヒトラー生存説が本当だったとしても、当のヒトラーがそんな扱いだったら若干がっかりするわ。確かにそうだな。他の証言もあるぜ。アルゼンチンで働くウェイターやポーターなどの人々が、ヒトラーとエヴァと子供たち、さらにはペットの犬ブロンディまで見たと証言しているんだよ。そういえば犬を飼ってたって聞いたことあるわね。例えばレベッカ・ブラウンという人物は、1950年代にブエノスアイレスのある施設海軍の食堂でウェイターをしていたが、ヒトラーとエヴァを2回見たと証言しているぜ。しかも夕食に出かけたり、ボートに乗ったり、普通の生活を送っているのを見たという目撃者も少なくないんだぜ。そこまで証言があって、全部が勘違いだったなんてありえるのかしら。さて、舞台をベルリンの地下壕に戻そう。戦争が終わった後 BBC のジャーナリストが、ヒトラーの壊れた地下壕に入ることをソ連軍に許可されたんだ。その証言によるとシェルターの玄関の外には、顔の右側に黒い髪の毛の束と小さな黒い口ひげのある、半分燃えた男性の遺体があったという。それってつまり、だが、その場にいた医者たちはそれがヒトラーの出来の悪い影武者で、本人ではないという結論に達したというんだよ。そうなの？本人だっていう調査結果が出てるんじゃなかったの？いや、当初ヒトラーが実際に地下壕で命を落としたという物的証拠はなくて、ソ連軍が地下壕の近くで発見した頭蓋骨の破片は、1968年まで西側には知られていなかったんだ。BBC が案内で地下壕に入ると文字通り誰もいなくて、遺体を出すように言うと、持ち去って別の場所に埋めたと返されたんだぜ。確かにソ連軍が遺体を手に入れていたってなると、いろいろと面倒そうだわ。1970年代になるとソ連は遺体を掘り起こして破壊、火葬したと主張したが、実際には頭蓋骨の断片を保管していたんだ。
だが、後に検査された際には40歳以下の女性のものであることが判明するんだぜ。つまりヒトラーの遺体の証拠はなくて、目撃者もいなかったってことになるのね。いや、とはいえ最新の調査では、生前のレントゲン写真の義肢の形状と一致したとされているんだが、それも2018年っていうかなり後になってからのことだったんだよ。とんでもなく後の話だったわ。一方で生存説の側に立てば、文書だけでなくアルゼンチンとコロンビアで撮られたヒトラーとされる写真、CIA にはコロンビアで撮られた写真があると言われている。また、ミシオネス州のオベラで撮られたヒトラーとされる写真もあり、繰り返すが戦後アルゼンチンにヒトラーがいたという FBI の報告書も多いんだ。FBI の報告書って言われると急に信憑性が増すわね。さらには当時の新聞や雑誌を見ていくと、ヒトラーがアルゼンチンにいるという報告や、ここでヒトラーを見た、あそこでヒトラーを見たという人々の話が常に溢れていたんだぜ。本当に彼がアルゼンチンにいたとしても、そんなにどこでも目につくものかしら？そういったケースの多くは、元ナチス党員に会いに行った先でヒトラーを目撃したようだな。アルゼンチンにはナチスに資金を提供していた人々や、ヒトラーの個人的な友人だった人が経営するホテルがあるし、ナチス協力者が所有する農地もあったんだ。そこまでナチスが浸透していたのね。それに別の問題もあるぜ。どういう問題なの？ソ連は当初ヒトラーが死んだことを喜んで受け入れていたんだが、それよりも彼が逃げ出して連合国の手に落ちたことにした方が、自分たちのプロパガンダに役立つと考えたんだよ。また面倒くさいこと思いついたもんだわ。ソ連と西側の同盟国の関係は複雑だからな。その結果としてソ連主導で、ヒトラーの生死に関する情報戦が行われたんだぜ。実際、トルーマンからヒトラーは死んだのかと尋ねられたスターリンは、いいえと答えているしな。その辺の事情も問題をややこしくしていたのね。それで結局ヒトラー生存説については、どう考えればいいのかしら？まあ実際のところ結論は出ないし、私としても無理にヒトラー生存説を唱えるつもりはないぜ。ただ確かなのは、当時多くの人々がヒトラーの生存を望んでいたということ。そしてたくさんの目撃証言や証拠があったっていう事実だけなんだぜ。まあ歴史の if を楽しむのにもってこいの素材なのは間違いないわね。ちなみにそんなヒトラーの最後の日々についての通説、いわゆるヒトラー最後の12日間についての動画もあるから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。